コロナ禍で心身機能の低下を感じている方必見。おすすめの健康を保つ5つのポイントを紹介します。転ばなくなりました。頑張らなければという気持ちにもなれますし、やっぱメリハリがつきますよね、生活に。体操で健康維持、5分で納得、静岡体操塾。このコーナーは体、頭、そして心を元気にする体操をご紹介します。ナビゲーターは大沼さなえさんです。大沼さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。もう笑顔と体操で健康元気の輪を広げていきましょう。はい、このコーナーではこれまで自宅で簡単にできるストレッチや筋力アップの体操、はい、そして脳活性化の体操をお伝えしてきたんですが、自分の健康を保つためには大切なポイントがあります。そこで今日のテーマはこちらです。あなたにおすすめ健康を保つ5つのポイントです。こちらをご覧ください。健康を保つ5つのポイント。1つ目は体の基本となる筋力アップ。全身の筋力を手軽に鍛えることができる静岡でんでん体操を紹介しました。2つ目は頭を刺激する脳活性化。キツネと鉄砲など楽しく脳を使う運動をまとめたのが静岡チャキチャキ体操です。3つ目は口腔ケア。口の機能を維持する口の潤いアップ体操の唾液腺マッサージを紹介しました。4つ目は栄養。基本的には一汁三菜のバランスのいい食事や筋力の栄養になるタンパク質を摂ることが大事です。5つ目は心の元気を保つこと。友人・知人とともに一緒に活動したりおしゃべりしたりすることをおすすめします。ご覧のような5つのポイントを意識して健康を保っていきましょう。はい、改めて5つまとめてみたので皆さんね、改めて考えていただけたらなと思います。まあ、そして体操もね、いろいろですし、あと人と会っておしゃべりっていうのがちょっと難しい時期でもあるんですが、電話などもね、はい、上手に使ってお友達と本当にバカ笑いするっていうのもいいんじゃないかなと思います。さあ、そして今日も体操、いつも畳半分ぐらいでできるものだけご紹介して、お茶の間でもやっていただきたいと思いますが、今日は四股踏み体操です。もうイメージできますでしょ。そうですね、四股踏みもじっくりゆっくりやっていただくと本当に効果が出るので、ちょっと簡単にやりますとですね、1、2、3、4、ここがポイントです。ここで内転筋とか股関節をよく伸ばしていただくと腰痛の予防にもなりますので、これ1、2、3、4で5、6、7、8で足を引き寄せる、これを左右やるんですが、皆さんも今日大丈夫ですね、やっていただいていいですか。はい、じゃあ行きましょう。せーの、1、2、3、4、これじっくり伸ばして、はい、で5、6、7、行った方向へ、はい、宮崎の方ちょっと逆でしたね。で反対に行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、というふうに、まあ、こういうふうに戻して、今アリスさんも、ね、こうしっかりやってくれましたけど、はい、余裕があったら何かにつかまってちょっとこう片足立ちの瞬間も作っていただくとレベルアップになりますね。それから野球のイチロー選手がよく外野とかでもこういうストレッチをやってますので、はい、こういうストレッチですね。四股踏みの合間にもこれを入れていただくと、ここの内ももがすごく伸びたりします。伸びますよ、本当に。、はい、ものすごくすごく伸びてますね、はい、じゃあ基本バージョンもう一回やってみましょうか。1、2、3、4でね、はい、せーの、1、2、3、4、5、6、はい、頑張れてます。お茶の間では無理なさらないで、はい、反対いきます。1、2、3、4、はい、5、6、はい、基本は足をついていただいて大丈夫です。あ、はい、気持ちいいですね、はい、ました2回やっただけでね、はいはい、皆さんぜひね、お茶の前で1日10回程度やっていただくと効果が出てきますのでね、皆さんまめにやっていただきたいと思います。はい、静岡市にはこういった体操を紹介してくれる介護予防の拠点施設があります。それが静岡市地域リハビリテーション推進センターです。リハビリの専門家が運動方法や生活改善方法など相談に乗ってくれます。
また車椅子やベッドの福祉用具を見て触って体験したり、住宅改修の相談をしたり無料でできます。相談をしてみたい方はホームページを検索してみてください。土日祝日は休館となっています、はい、そしてコロナ禍でもありますので事前に予約をお願いします、はい、ぜひご利用になってみてくださいね。さて、この体操塾全12回コースということで実は今日が最終回になるんですね、うん、もうアナウンサーの皆さん本当にいつも前向きに一生懸命いい生徒いい生徒でした、はい、ありがとうございました。なので皆さんもお茶の間でね、アリさんたちの笑顔を思い浮かべながらちょっとした時に体操を取り込んでいただけたらと。そしてこれから春になると体が動きたいって言い出しますので、その声に耳を傾けて体が喜ぶことをしてあげてくださいね。ということで本当に今までありがとうございました。自分の健康は自分で守るを合言葉に、健康笑顔の輪を皆さんから広げていっていただけたらなと思います。本当ありがとうございました。本当大沼さんにも丁寧に教えていただいて、はい、テレビの前の皆さんもすごく分かりやすかったと思いますよ。本当でしたかね、はいはい、本当にアナウンサーの皆さんが一生懸命やる姿がすごい愛らしいって、いろんな友達から連絡が来ました。一生懸命やってよかったですね、はいはい、全力でやってきたのでね。12回でだいぶね、はい、体操を覚えましたしね、うんうん、宮崎さんもこれは得意になったんじゃない、こういうやつ。それはちょっと難しかったですね、はい、狐と鉄砲、はい、未だにできないという、はいはいはい、これ3ヶ月前にやりました。3ヶ月前でも難しい方は、ね、難しいんだよな、はい、林さんが必死にこれやってくれたんですよ。そうです、林さんだけでしてた、はい、もう一回ちょっと思い返しながら、はい、ゆっくりね、やってみる、うん、頭の体操にもなります、はいはい、佐々木さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。以上5分で納得、静岡体操塾でした、はい、ありがとうございます。